コンディションのことかな。大好きだった。ボールペンがない、うん、ボールペンってないですよ。ボールペン借りても大丈夫ですか。はい、すいません。お返しも大丈夫です。あ、もう大丈夫です。 ありがとうございます。いやいや、今日は大吉さん来るかな。寂しいね。大吉さん来ないと寂しいね。よし、大吉さん、あと一つ46秒、47秒、48秒10秒前です。よろしくお願いします。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームの時間です、はい、お相手はユニット系のカント、タキと、ミキサーのキャンです。はい、先週はね、ゲストさん2人、うん、写真家の荒垣博光さんと、前田勝也さん、はい、お招きしてお送りしましたけれども、今日はねいつも通り2人3人で、お送りしたいと思います。さあ今日のお題は夏の歌ということで、うん、まず1曲目は中島みゆきさんの糸。なぜ夏の歌か。そう、夏の歌のね、夏の物語、夏の物語、いいね、言ったねということで糸はやっぱり夏の歌でしたね無理やり、みんなふふふという感じで。さあということで、今日は夏の歌ということでリクエストを募集します、こちらの放送はサイマル放送もやっております。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります、FM ギノワンのですねホームページを見ていただいて、画面がありますよね、ユーストリームのその下の方にですね、サイマルラジオというボタンがあります、こちらを押してですね、全国のラジオ局の中から九州沖縄をクリックしていただいて、その中から FM ギノワンをクリックしていただくとですね、ラジオで流れているのと全く同じ放送を、お聞きいただけますので、そちらからぜひお聞きください。そしてスマホでお聞きの場合は無料アプリ、こちらもリッスンラジオ、これをですね、インストールしていただいて、でこれで聞いていただくと、ラジオと全く同じ、うん、はい、ね、放送がお楽しみいただけますので、ぜひ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 。さあ、今週のミュージックバイフのライブ情報ですけれども、まずはですね、今日火曜日、すでにライブが始まっております、はい、これはですね第2火曜日、毎月第2火曜日定期の春風さんのライブになっております。オープンは、21時、ライブスタートが21時30分、ということで30分前からですねもうライブが始まっているという。1ステージ目がもうそろそろ終わる頃でですね、2ステージ目、が10時半からスタートしますので、もしですね、コザの方に向かわれる方、ちょっとねどっか行こうかなと思われている方いらっしゃいましたら、こちらは FM コザの道向かいにありますミュージックバー F の方で、今日は春風さんのライブが行われておりますので、ぜひいらしてください。ライブチャージは500円になっております。そして今週木曜日は、日賀義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージこちらも500円となっております。そしてですね、翌日金曜日ですね、今週の金曜日、与那覇ランライブ、
こちらはオープンが21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ、1000円となっております。そして今週末、土曜日は、ユニット系ライブ、うんね、どっかで聞いたことあるね、うん、はい、ユニット系ライブ、こちらもオープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。ぜひ、お越しください。ということで今週のミュージックバー F のライブ情報でした。それでは一旦 CM です。ちょっとストリーム、はい、始まりましたけれども、はい、今日のテーマは夏、うん、ね、なんでかね昨日までガンガンお天気だ、うん、ね、テーマ夏っていう今日に限ってなんで雨が降ってるのかね、ね、うん、本当だよ、ね、早速ねリクエストはいただいておりますけれども、夏といえばやっぱりチューブでしょうっていうねのは私たちの世代の話であって、はい、ね、今はどうなんですかね、夏フェス、オレンジレンジとかね、それも結構前ですかね、うん、もう今また違いますもんね。ね、キャンさんどうですか、夏といえば。僕はビーズです。ビーズ、ビーズが好きです。もっと前のとこ来ましたね。もっと前のと、自分昭和一応世代なんで。あ、そう、あ、昭和でしたか、はい、昭和でしたので、はい、そう、昭和来ましたよ昭和で喜ぶなってねでもビーズ、はい、夏といえばビーズ、夏といえば熱き鼓動の果てとかウルトラソウルとか、はいはいはい、結構スイミング、世界水泳に関連したものは夏のイメージが強いです。あ、はいはいはい、あ、そうですね、はい、そっか、なんか裸足の女神とかもありましたよね。そうですね、裸足の女神とかもちょっと夏っぽいですよね。ですよね、歌の雰囲気ですかね、うん、歌詞の内容爽やかな感じよね、はい、あ、そっか、僕ら学生の頃はもう完全にチューブとかね、うん、サザンとかね、うん、あとなんかあったかないろいろあったと思うんですけどね。あ、夏の日の1993とかね。あ、最近カバーもされてましたよね。そうです、ね、そうですね、だから、まあ、結構ね、いろいろありますよね。そっか、じゃあ、まずはですね、1曲目、ブルガリさんからのリクエスト、ね、夏といえばやっぱりチューブでしょう、
夏を待ちきれなくてリクエストしますということで、こちら夏を待ちきれなくてお送りします。ブンちゃんさん、ありがとうございます。コンティニーコイン。コスモス、2万。コスモス。コスモス。ブンちゃんさん、文鳥のブンちゃんなんだ。あ、ビーズのオーシャン。はぁ、ちょっと探してみます。お願いします。ありがとうございます。あ、あります、はい、お願いします。チューブで僕好きなのはあれですね、ビールの CM に使われてたんですか。え、ビールの CM に使われてたやつ。あれね、あれなんだっけ、ちょっと待ってよ。あ、タイトル何でしたあれなんだったっけ。小学校低学年ぐらいだったと思うんですけど、テレビで CM で流れててすごい爽やかでいい曲だなと思って。爽やかだよね、確かにね。結構マセガキだったんで僕5歳にならないぐらいから愛は勝つをカラオケで歌ったりとか。やるねマジで。しかもそこが愛は勝つっていうのが全然あれ世代じゃないですか。もう本当にだから、親が聴いてる曲をそのまま歌うって感じ。はぁ、だから結構子供の頃マドンナとかも得意でした。おぉ、それもすごいね。そういうのが出しやすかった。あ、へぇ。子供の時って変声期前じゃないですか。うんうんうん、うん、だからこう結構声が出るんで割と余裕があったというか。ああ、あの辺の曲層がありました。へぇ。あ、だから X もいけるんだ。そうですね。X さんは一応大学の時に練習したから、おインター編成機で声出なくなって、うん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 、で徐々にラルクアンシエルだったりとか、はいはい、ちょっと高いの挑戦している時に友達が X 歌ってるのってかっこいいなって。おお、ありがとうございます。挑戦したら結構出るようになりました。あ、そうなんだ。もともと高い声が得意だったので、うんうんうん、なんかシャウトすると確かに。ああ、だからすごく歌いやすいです、ね。ちょっと待って、あの、今日何時まで？今日何時まで？今日はそうですね、この後の1時間の番組が終わるまでです。マジで、はい、タイガー絶対連れてきたいんだけどX と言ったらタイガーでしょ。カラオケ行きたいですよ、本当に。ぜひねえ、まあ、最近ちょっとカラオケとか行ってないんで喉がでちょっと歌いきれるかもしれない。大丈夫です、大丈夫です。行きましょう、行きましょう。コインいっぱいいただいております、ありがとうございます。お、すごい、皆さんありがとうございます。 ありがとうございます。そうです。皆さん名前がすごいです。リクエスト追加来てます。追加、いや、オーシャンの声。オーシャンで今止まってます。こっちだけ止まってるのかな。あの、パソコンの方にラスキチさんとかメッセージ来てないですかね。ちょっと見てみましょう。はい、こっちが多分、ね、今パソコンのコメント。パソコンの方も来てないみたいですね。来てないですか、はい。先週がね、20分次ぐらいだったんで。ちょっと後半気にして見るようにして。そうですね、お願いします。リクエストもいただきたいですね。声もはい、あります。はい、ということで1曲目、夏を待ちきれなくてチューブのね、うん、曲をお聴きいただきましたけども、どんなですかね。内地の方なんかはね、うん、もう大雨とかあんなので、もう本当に、ね、大変なことになってますけど ね、うん、ね、もう沖縄はね、梅雨明けてからは本当に今
久しぶりに雨降った感じですよ ね、まあ、梅雨明けすぐはねちょっと降りましたけど、うんうんうん、それから1週間2週間ぐらいなんかねえなんていうのずっと晴れてましたからね、うん、焦げるぐらい焦げるぐらいね、ええ、うん、そう、そのね1週間2週間でもう焦げてしまって真っ黒っていう人がね僕も含めてたくさんいますけどね、そんな感じでもう夏本番な感じの沖縄ですけども、ビーズのオーシャンリクエストって来てますね。ね、ビーズのオーシャン、うん、なんか涼しげだね。涼しげか涼しげか沖縄っぽいよね、うんうん、ですよね。どんなんですかね、ビーズのオーシャン来てますかね。はい、あ、はい、じゃあもうせっかくなんでね、ビーズのオーシャン、こちらも、続けてお聞きいただきたいと思います。聞いてみたい気持ちちょっと探しますか。そうですね、予作 BGM でいきましょうか、はい、この間も BGM でしたけどねこれが終わった後の、本当に懐かしいですね。これ、あれですよ、あの海猿って映画の主題歌です。ああ、そうだったんだ。あ、ドラマのどっちか多分。映画版は結構オープンアームスとか使ってたので、多分これドラマ版だったかな。ああ、ドラマ見てねえからな。この頃はドラマから映画からビーズ何でも使われてましたね。ほぼビーズみたいな感じ。そうですね、もうアニメでも名探偵コナンとか。名探偵コナンだよ。はい、あとはあの地獄先生ムーブ。あ、はいはいはい。もうビーズが、あれでビーズ、はい、エンディングは見えない力がエンディングなんです。あ、確かに見えない力ですよねその部分は当たってますね。意外とアニメにもビーズさんが。僕が好きになったきっかけは X-Files だったんですかね。あー、ラブファントム。はいはいはい。そっか、ファントムで小学校4年生だったんですけど、あのサンタさん、その頃はサンタさん信じてたサンタさんに CD をお願いして。マジで来た。来ました。さすがだ、シングル。シングルシングル、シングル来た。シングルだけ来ました。かっこいいちょっと嬉しかったは嬉しかったんですけど、単純にね、大人になったら、うん、シングルだけアルバムではないぞっていうねあなたはこの曲が好きなんでしょみたいな。その代わりはでも、まあその後2年後ぐらいにはちゃんとボール、あのプレジャー、うん、プレゼントしてもらえたんですけど。ああ、ちょっとベストバンドで。あ、そんなに好きなんだったらっていうことで。親も好きだったからだと思います。自分が聴くのしか変わらないやるねまあそんなもんだよね。そうだね。そっか、俺未だにサンタさん信じてるんだ。いると思います。ね、いるでしょ。いますよ絶対。なんか昨日ね、埼玉の方でね、はい、未確認飛行物体発見でしょ。あれ昨日不思議ですね。ね、あの火球って言って隕石の大きい場所でたまにああいう火光現象あるんですよ。うんうんうん。バーって燃えてボロボロってずれたら行きますけど、うん、あれ曲がってる。でしょ、専門家がわからないって言ってね。え、隕石の専門家がね、はい、あんな回ってるっていうのはわからないって言ってね。雲でそういうふうに見えたのか、でも実際にこうやって動いてるような感じだったんで。ねえ、動いてるっていいんじゃないのその方が夢があっていいさね。ですよね、うん、X-Files いいな、大好き。 X-Files ネタ今スタジオの外では何やら宴会が始まりそうなソフトドリンクでただの打ち合わせですねこれ
ちょっと、はい、じゃあ次、間を持たすためにちょっと僕が、あ、お願いします。竹内まりやのマイスイートホームリクエストだぜ。あ、ブルガリさんありがとうございます。そっちから先に探しましょう。探してもらって、はい、あ、ちょっと先にブルガリさん嬉しいです。あと30秒です。30秒、そのまま名作を BG で歌います、はい、お願いします。ぶんちゃんさんね、リクエストあったらお願いします。へれれれれ、あ、みやさんもね、久々上田さん、さあね、うん、ビーズ、あれなんで無言なの。ビーズ、ビーズ、オシャンね、はい、お聴きいただきましたけど、夏、まあ爽やかな感じですよね、うん、ね、夏といえば沖縄も確かに爽やかですよ。海も空もね、暑いけど、そう、爽やかなんですけどめちゃくちゃ暑いんですよ。もう焦げちゃうよね、本当に。とにかく暑い、うん、ね、ね、日によってはね結構ね、外に出てても大丈夫なんですけど、何だろうね、何が違うんだろうね、そのほらもう15分20分ぐらい出てたらもう倒れそうになる時もあるわけ、うん、何が違うんですかね、体調かな。いやいや違いますよね、そういうことじゃないですよ、やっぱ湿度かな、もうあると思うね、うん、今日もね、茶壇方面はね雨、5時ぐらいまでは降らなかったんですけど、うん、その降りそうになってからのこの湿度が一気に上がるのがね、なかなかちょっときついですよね、うん、湿度が高いとね、熱中症、ね、気をつけなくちゃね、本当ね、テレビでもラジオでも毎日熱中症に気をつけてくださいって話ですからね、うん、本当にね、外で仕事されてる方とかね、まあ部屋の中でもそうですよね、うん、あの工場とか、そうそう、そういうねところで仕事され、お仕事されてる方はね、うん、熱中症気をつけて、はい、あれですよ、まあ、水分もそうなんですけど塩分もね、塩分、そうそう、うん、取ってね、十分体調管理気をつけていただきたいと思います。そしてなぜか BGM は予作っていうね先週に引き続き、ね、私結構好きなのよ。いや僕も嫌いじゃないんですよ、小さい頃ね、よくね、サブちゃん歌ってましたもんね、うん、キャラがも好き。キャラか、歌とかじゃなくて、予測もいいけどね、歌もいいけど、ええ、うん、とってもね、幸せそうに歌われますよ。そうそうそう、ええ、そうなんですね、北島三郎さんの予作流れておりますけれども、さあさあ、リクエスト入っております。次はこれ最高、はい、竹内まりやさんのですねマイスイートホームリクエストいただきました、ということでお聞きください。竹内まりや、予作って内間あちゃがやるんでしたわ。マックで予作聞こえます。すいません、予作流してました。まさかずみゆきさん、なんかリクエストないですかね。え、うん、もしあればぜひぜひ、さあ、夏じゃなかったし、駅も聞きたいんだよな。あ、そうですね、結構好き。駅は冬ですよね、イメージ的にね。そうなんだよね、まあ、イメージ的にというか曲自体がそうなのかな、うん、ね、一応時間的にあれであれば僕の方でも一曲は用意したので、ぜひお願いします。ですね、この曲終わったら一旦 CM 行っていいですか。はい、そうですね、あ、はい、大丈夫です、ね、はい、僕忘れるんですよ。で、後半になると入れたくなくなるんですよ。もったいなくて、時間もったいないですもんね、うん、なので早めに、そのまま繋げましょうね。はい、お願いします。
でちなみに、あれ、なんですか曲。曲は、ケツメイシさんの、意外と多分、あんまり知られてないと思うんですけど、ラブラブサマーっていう歌が、はいはいはい、ここ最近のやつで、うん、ちょっとしっとりした、いい曲なので。あ、ぜひぜひ。はい。ここ数年ぐらいですかね。ちょっとこの曲が僕一番お気に入りで、この夏の。あ、そうなんですね。あ、じゃあですね、福山雅治さんの、はい、あの海も、あの空も海もだったかな、なんかね、あの3つぐらいその並ぶのがあるんですよ。ちょっと今、福山雅治でじゃあ検索してみます。すいません、お願いします。あの、うん、あれ、うん、おぉ、来たよ。オーケスト、夏のご用心。ああ、モッドリミットもありますか。はい、これも両方とも探してもらっていいですか。はい、お願いします。ちょっとこちらから探しましょう。はい。うん、竹内まりやさんの曲なかなか聴く機会ないですよね。ね、思いません。いい歌いっぱいある。いっぱいあるのになかなかね。どういうか。ブルブルさん、ありがとうございます。まずホットリミット大丈夫です。あ、大丈夫ですね、はい。夏のご用心はどなたの歌でしたっけ。ですね、僕もちょっとわからないんですけども、多分1曲しかないと思うので、はい、出てきます。ちょっとネットでかけ検索かけてみて。はい、中にはないんで。桜の順子さん。あ、その辺だとは思います。タイトルから。坂津宮城さん、夏のご用心は桜田淳子さんでいいんですかね。好きだね。それただのビールの CM だろみたいな。うん、でもいいよね、うん、爽快感があるよね。にゃにゃにゃ。夏にご用心らしいです。あ、夏にご用心、はい、そうです、夏にご用心か。夏にご用心でいいんですかね。CM です。最近みんな忙しいのか、うん、飲み会が多いのか、うん、熱中症で倒れてるのか、ね、どんななんでしょうね。でもなんか大吉さん2週連続だから心配だにゃ。うん、あ、そうだ、パソコンの方、ラスキチさん来てないですかね。あ、メールが。はい、すいません。これは見方が分かんないんですよ。あ、変わったんだ。知ってる。ちょっともしかしたら変わってるかもしれないので。変わってるんですよ。ちょっとでもメールはまだ来てないです。あ、来てないですよ。お知らせでも、ちょっとお願いします。はい、はい、はい、どうぞ。タブが出てないのでお願いします。あ、はい、これで切り替えられます。了解、ありがとうございます。大丈夫です、CM まだいっぱいあります。え、コンティニーコインもう5枚もらったんだ。違うの、前の番組でいっぱいあったのかな。
4枚ででも30分超えてる。でもありがとうございます。皆さんみんな忙しいのかな。やっぱ今日何日だっけ、11日、うん、7月11日、イベントがいろいろあるしね。電話機10分です。あ、何流しましょうかね。今とりあえず BGM からやりましょうね。一応夏にご用心とホットリミットは準備できました。決めし、決めします。さあ、はい、ちょっとスリム、うん、後半戦でございます。今日のお題は夏、夏ですね、夏の歌、うん、ね、全国的にもう夏ですよ。7月ですからね、はい、ね、今日7月11日ですか。聞いてます？いいよ聞いてんだけど。一生懸命なんか勉強してますね、うん、いいんですけどね。リクエストたくさん入ってますね。ですね、正月宮城さんから、夏にご用心、そして、ブルガリさんからホットリミットで、あとはケツメイシね、入ってますので、じゃあまずはちょっとケツメイシの方からお聞きいただきましょう。曲名はラブラブサマーです。PV がまたシャレが効いて面白いです。あ、マジで。ガイタレがミンガになってます。え？で、結面師がスタ現場のスタッフみたいな感じ、ちょこちょこ。いいね。ガイタレがみんな歌ってるっていう。ガイタレがみんな歌ってます。DJ とかいます。あなんか、ケツメイシ久しぶりに聞くね。久しぶりですね。ね。ホットリミットの夏にご用心も両方準備できてるので。あ、はい、了解です。なんかサザンスターの CM みたいな感じなんかね、個人的に好きなのは、うん、あのビーチボーイズのサーフィン USA です。あーあおかしいよみんなおかしいよ、絶対世代じゃないっていう、うん俺でも世代じゃないからね多分キャスも差し押しだるかもしれない。あ、そう。30歳ぐらいサバ読んでるいや、自分そこまで深くないです。ああ、ただもう本当にその年代の一応一つ一つぐらいは聞いてるぐらい。ああ、なのでこうエルビス・プレスリーとかまでは聞きますね。ああ結構ラブ・ミー・テンダーとかも大好きなので。へえみんな濃いな、やっぱりもともとはボーカリスト集合でした。ああ、そっか、いいな。
から陸上競技に目覚めて、そこ一本だったんで、学生時代、100メートル、200メートル、ああ、うん、雷以上に来ましたね。ああ、いいっすね。まあ、じゃあありがとうございます。ラスキチさん、今日はお休みでちゅか。波乗りジョニーももう大丈夫です。あ、はい。そしたら、次、夏にご用事行きましょうか。もうそのまま行きます。そのまま行きましょう。はい。いいね、一気に昭和になった。少し昭和を勉強したいですね。あ、自分趣味で DJ をしてるので、うん、やっぱり曲を知りたいなっていう。ああ、そっかそっか。歌謡曲とかが弱いんですよ。へー、親聞かないんで。ああ、やっぱり80年代ポップス、洋楽の方が中心なので、うん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 、それで歌謡曲よりはちょっとこっちの方が、うん、そっか。だから親自身も歌謡曲の曲好きで、なんか知ってはいるんですよ。ああ、でも自分たちの名前聞いたら。あ、そっか。ご両親おいくつって言ったっけ。はい、おいくつって言った。僕ですか。いや、あの、お父さんお母さん。母が、今50です。ああ、父はちょっとな、あの、自分も幼い時に亡くなってるんで、まあ、生きてたら51ぐらいですけど。あ、じゃあ大体同い年ぐらいの感じで、一つ違いで結婚してもらった。自分が二十歳の時の、母が二十歳の時の子供なんだ、うん、成人式の時は、なんか、いたよみたいなこと言われて、お前のせいでお酒飲めなかったみたいな。いや、そんなこと言われてもね。そんな、別に僕自然発生したわけじゃないですか。夏って沖縄は最高気温どれぐらいあるの？その場所にもよるんですよね。場所によるっていうのももうおかしいですけど、うん、例えば気象庁とかの発表のね、うん、あれでいけば36、7度ですか。え、あれ、そこまで行きませんでした？32度ぐらいが普通。あ、4とか5でした。あの、どうしても海に囲まれてるんで。ああ。抜けるんだよね。そうですね。うん、局地的に行くと、僕の部屋なんかは40何度ありますよ。ああ、そっち。家帰ったらまた暑くて暑くて、もう大変です。10秒ですね。あ、はい。そのまま BGM にします。え、はい。撮ります。はい。はい。どうでしょう、うん、夏の歌。ね。夏らしい。夏らしいでしょ、うん、ね。桜田淳子さんとか久しぶりに聞いたな。めっちゃ久しぶりでしょ。そうそうそう、僕 3,4 歳以来ぐらいに聞いたんじゃないかぐらいの勢いです。そこまで。いや、そこまでないです、うん、あのテレビ の、 あのダイジェストみたいなの結構聞いてますからね。そこまではないですね。え、さあ、コメントでね、何でしょう、夏って沖縄最高気温どれぐらいあるのっていうのがね、ブルガリさんから来てるんですけど、うん、32、3度ぐらいが普通かな。まあ通常がね、うん、だから今日なんかでも午前中には30度超えて最高33度ぐらいまでなるって言ってますから、熱中症気をつけてくださいみたいなね、うん、平均してそれぐらいだと思うよ。あ、で、だから太陽の下では大変なぐらいの暑いわけ、うん、太陽の下はね、大変ですよ。それこそアスファルトなんかはね、まあまあこれはね、内地もね、うん、一緒であるんだけど、え、幸いなことに風が抜けるから、ええ、あの、こもるってことが少ないよね。そうですね。だから、例えば熊本県とか京都とかね、うん、あの辺は盆地ですから、うん、あの、抜けなくて、うん、もう本当にあの蒸し暑いっていうね、うん、沖縄も蒸し暑いんですけど、うん、だけど風が吹けば涼しいっていうのはありますよね。日陰に入ったりね、体感的にはね、うん、そう、だその辺が違いますよね、暑さがね、うん、
だ影に入ると結構涼しいもんね、うん、涼しいんですよ、ね、しかも風が吹いてると心地いいんですよ、うん、そうそうそう、だけどねなかなか、まあ、内地の場合というか本土の場合はね、うん、そういうのないと思うんですよ。ちなみにね、三重県じゃ考えられないくらい暑いんですねってことですか、ね、ということはブルガリさんは三重から、三重県、ね、うん、三重県はですねどこまで行ったかな、僕名張市伊勢とかねは行きましたね。でも伊勢神宮に行ったわけではないですけどねそうそうそう、うん、これ何十年前だ、20年近く前ですけどね。あ、そうなんだ、うん、そうですね、伊賀せんべい、あれ三重じゃないのかなどうなんだろう、伊賀せんべいっていうね、あの美味しかったんですけど、そうそうそう、さあ夏、はい、夏夏夏夏って2回続けたらある曲を思い出しましたけど言わんこうね夏夏言わんこうねさあまだまだリクエストたくさん入ってますね、サザンオールスターズの波乗りジョニーとかね、TM レボリューション、ホットリミット、うん、ね、先ほどのさ、ですね、夏にご用心、これは、正勝宮城さんからのリクエストでした。そしてじゃあ次は、どちら行きましょうか。お、じゃあホットリミットね、TM レボリューションのホットリミット、うん、お聞きいただきたいと思います。伊賀は三重県忍者の里。あ、そうなんや。伊賀せんべいめっちゃ好きなんですよ、僕。なんでって言われても困るんですけど、美味しいんですよ。どういう風に？あのね、どういう風にって聞く？うん。聞く？言葉では言い表せない美味しさですよ。いや、歯応えがいいとかさ。いや、歯応えもいいですよ。歯応えもいいですよ。あ、美味しいんです、単純に。ほんと。いませんね。シンプル？シンプル。単純プルって危ないね。危ない危ない。シンプルですよ。美味しいですよ。いやいや。ね、全然そんな気にしないでくださいよ、皆さん。僕たちもね、普通に態度間違って言ったりしてますからね。うん、そうそう、あの最初に曲をお送りするときにはちゃんとタイトルを言ってるのに、お送りした後から言うときに、何々をお送りしましたっていうタイトルが違ってるっていうことがねたまにありますので、ね、僕の場合ね本当に、ああいいな、伊賀せんべい食いて、伊賀せんべい食いてっていうのもおかしいな、懐かしいな。自分はもう先週初めて番組やりましたけど、コメントも何も見えなくて、あ、でしょ、ハタハタしましたもん、ね、木曜日、今曲の夕方の番組の木曜日担当、うん、先週からやってるんですけど、はいはい、1週間前に来週からやってねって言われて、いろいろ準備したにも変わらずもう全部パッとこんなプレイリスト多いのとかも泣きながらやってました。しかも喋らないといけないので山口さん来て、しゃべれねえやばい、やばい、放送事故みたいな、友達が来てゲストになったんすよ、ゆっきゃと思ったわ、振らないといけないとか、振らないといけない、聞かないといけない、全部やらないといけない、話も聞かないといけないだからもうかんない、確かにね、いい勉強になりました。最初あれだけやったしたら、確かにね、はい、最初でうまくいっちゃうとね、それこそちょっとストリーム始めたりとかですよ、どうなってるんですか、ヒロさん、失敗したらもう頭に刻まれますからね、うん、ですね、忘れない、あと1分ぐらいです、はい、覚えるのにはね、やっぱね、そういうのが一番いいんですよ、緊張感持ってやってると覚えるんですよ、うん、とかもう本当にやばいって言ってもす頭をフル回転させてやったら忘れない、うん、てか忘れられない、必死だから、あ、ちょっ
と待ってよ。ラスキさん、今日はお休みですかね。あと20秒ですね。あ、はい。久しぶりに TM レボリューション、うん、ね、いつも風が吹いてる人僕ね、あの人のね PV 見るたんびにね、それこそ、ね、出始めの頃っていうとおかしいですけどね、あの頃はね、まずね、あんまりね顔がはっきり映らなかったんですよ。で、とりあえず風が吹いてる、これがね3曲4曲ぐらいかな続くんですね。そう PV、うん、風が吹いて、常に風が吹いてるんですよまあライブの時も風吹いてるんですけどね、あの人ね、うん、最近すごい体されてますよ。あ、そうなんですか。はい、もうライズアップじゃないですけど、まあ、自分でトレーニングをしてもうがっちり逆三角形です。昔のイメージとは多分違うと思います。でもあんまり背高くないですよね、あの人。でもどっちかというとがっちり型の体型ですよね。すごいです。なんで分かんないです何を目指してんの。ガクトさんと仲いいからなんかそういう影響を受けたんじゃないんですかね。で、俺はライズアップじゃなくてやるぜっていう、はい、やりそうですもんね。やりそうですよね、かっこいいです。で、実際にやるからすごいですね。すごいです。女性誌でなんかこのグラビアみたいにやったりしてるみたいです、ね。マジで、はい、すげえな。でもやっぱり風吹いてるんでしょ。多分吹いてると思いますね。あのね、4曲目ぐらいの時にちゃんとね扇風機で風飛ばしてるのが映ってるの。あ、本当、うん、ちゃんと映ってる。そう、ね、コメントでライズアップは効果あるのかって来てますけどだからね、でもコマーシャル見る限りは効果あるよねまあそうですよ。ライズアップの効果っていうのは2つ側面があります、ええ、何でしょう。トレーニングが非常に厳しいっていうのとだけど普通だったらやめるじゃないですか、ええ、それだけ厳しければ、うん、なぜやめないかっていうと金額が高額だからです。あ、払った分やめられないんですなるほど。っていうことで効果は間違いなくあると思いますそういうことで俺絶対そこまで追い詰めたくないねその金額が高価だからとかいうことでどう思います、うん、ね、あの T シャツ着てるだけで、ね、腹筋割れますっていう T シャツ、うん、あのそれこそドラゴンボールで言えばあの悟空が着てるね、あの砂を詰めてあるシャツみたいなね、着てるだけでトレーニングになりますみたいな。俺あんなの全然いいです。さあさあさあ、ね、さらにコメントきました。それなら自衛隊入った方がいいかもなって。自衛隊に入れば間違いなくつきますからね、うん、あの東京湾を泳いで渡るとかっていうのとかね。そうなんですか。あのそんなのもう結局あのもっとねハードなトレーニングいっぱいあると思うんですよ、はい、あの暗闇の中で銃を組み立てるとかね。ああ、そうですよね。うん、あの防衛大学ですらその東京湾を泳いで渡ってますからね。あと北海道なんかで雪の中を一人で行軍するとかっていうのがあるのよ。何キロだった、10キロだったかな。しかも装備積んでですよね。もう装備積んで2、30キロぐらいでしたっけ。ね、30キロもう30キロ以上あったはず。そうそう、それを一人でやってクリアして、ね、やっと次に行けるみたいなね。そんないろんなものがありますよね。さあさあ、そうこうしてる、ね、うん、うちにもリクエストまだ残ってますからね。さあどうしよう。じゃあサーフィン USA 入ってますんでちょっと洋楽になりますけどね、サーフィン USA 行ってみたいと思います。ラジオのパーソナリティということでブルガリさん遊びに来てください。パーソナリティやってください。うん、ぜひ、ね、ぜひぜひ来ていただきたい。そう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 。で考えたらカラオケ大会したときに、あ、そうだよ、ブルガリさん、三重から来るんですね。残り12分、来週18日のテーマ、ありがとうございます、完璧に忘れてました。
こうリスナーさんから教えてもらうっていうね。で最後を波乗りジョニーでしたっけ。はい、波乗りジョニーです。はい、波乗りジョニーが、4分25秒あるので、それに合わせて1回切って入れましょう。わかりました。じゃあ波乗りジョニーちょっと待ってくださいよ。昨日に行ったらパーソナリティの席一つ頼みました。了解。この曲があと1分半もなく終わるので最後まで流して僕入ってたらたぶんね。了解。結構ねこの頃の曲短いんですよね。そうですよね、うん、そうでしょ。これ短いんでした。あのビートルズなんかも結構短いですもんね。はい、大体ね。たまに車で流します。お、マジ、はい、おしゃれだね。流しながらあのちょっと DJ コントローラーでエフェクトかけて遊びます。あ、昔の曲。よかった。流しながらスマホで別に予作をかけてるとかそんな今度やってみましょう、ね、予作にちょっとエフェクトかけてみるとか。予作にエフェクトかけてリクラート持ってきて。ありがとうございますはい、ね、どうしましょう。残り12分っていうかもう残り5分40秒。来週のテーマはじゃあですよ。ちょっと今週のあの続きみたいになりますけど、夏だから洋楽あ、洋楽ね、うん、okay. 夏の洋楽、うん、どうでしょう。終了です。ありがとうキャプテン。ありがとうございます。さあもう残り5分です。早ね、今週も早いですね。でもね、ん？いやいやいや。いやいやいやって。ね、もうそろそろ来週のテーマ。は、夏の洋楽決定。はい、夏の洋楽を決定しました。はい。ね、来週は今日はねもう基本邦楽中心に行きましたんで、うん、来週はですね、夏の洋楽。夏といえばこの曲でしょっていうね、うん、洋楽募集します、ね、たくさんありますよね、うん、さあこれだけ言って、うん、ですね。でもう最後の曲になりますけれども、最後はですねこちらもブルガリさんからリクエストがありました。波乗りジョニありがとうございます。ありがとうございます。もう2枚。あ、これ。さっき言ったよ。まあ俺が感じしないのそういうことだ。うん。キャプテンさん、大吉さん、でラス吉さん。今日忙しかったのかな。皆さん今日忙しいんですね。うん。は結局来なかったですね。ねえ、寂しいにゃ。大吉さん2週連続だからな。大丈夫かな。熱中症なってないよね。なってないとは限らないから。うん。熱中症ひどくなったら本当に1ヶ月以上入院ですからね。あ、そうなんだ。あれです。言葉が喋れなくなります。そこまで、うん、僕の友達がね高校の時になったんですよ。へえ。で要は本当に喋れないんですよ。あーとかうーとか言うんですよ。うーん。思うように言葉を発することができないっていう状況になります、ね。まあ、一番最初はね脱水症状からなんですけどね、うん、怖いね、うん、怖いですよ。脱水症状ね、あの手足がつって痙攣してみたいなね、うん、うん、そうです。で一度なるとですね2、3年治らないですからね。え、なんで。多分ね要は一回熱にやられるじゃないですか、うん、そしたら熱に対するこの耐性っていうのが弱くなるんだと思うんですよ。あー、自分も去年とかなってるじゃないですか、うん、だから暑いところに
最初はいいんですよ、最初の1日は、うん、体力持たない、前半というか午前中を無理してやっちゃうともう午後動けなくなります。ダメだね。だから本当にね、舐めてると大変なことになりますよね。もうちょっとだからとかって思ってやってるとその後が動けなくなるとかね、うん、気をつけましょう、気をつけましょう、うん、ね、今日も正勝宮城さん、室川さんありがとうございます。本当に感謝ですね。そして、コインいただきました、ブンちゃんさん、ね、名前が長いぞ名前が長いぞあれあれあれ、あ、大阪大弾圧救援会様、ペロコに基地を絶対作らせない大阪コードさん、ね、そしてですね、伊佐尾宇田さん、ね、ありがとうございます、ね、皆様のおかげでラジオを、ね、やらせていただいております。さあ来週は洋楽、久しぶりの洋楽っすね。うん、ね、洋楽の時はね、富山のナンシーさんみたいなね、うん、富山のナンシーさんまたね、聴いていただけると嬉しいですけどね。残りが30秒ということで、洋楽は僕も行かれます、行きましょうさあ残り10秒です。今週も本当ありがとうございました、ありがとうございました。来週夏の洋楽よろしくお願いします、よろしくお願いします。ではおやすみなさい、ありがとうございましたありがとうございます、ありがとうございます。